コキエフさんのてっぺん、歴史博物館と聖アンドリー教会。バーバの死は、ウクライナ州とキエフにあった歴史的地名。10世紀から13世紀にかけて、ルーシ時代のキエフにおける中央広場。コキエフ山にあった神町、十一聖堂と大公の宮殿の隣に位置していた。ルーシ年代記によれば、広場では989年に、 ボロディーミル聖功学ケルソネソスから持ってきた聖堂のクアドリガと複数の銅像が置かれたためバーバの種と呼ばれるようになったという広場は神町の市場として利用されたが場合によって越平式の場として利用されたこともあった1240年にモンゴル帝国がキエフを陥落させた後に荒れ地となった1830年代に開拓工事に伴って 旧来の広場の地形が失われ、広場の後の一部にボロディーミル通りが敷かれた。1934年の広場の隣、コキエフさんのてっぺんに、ウクライナ国立歴史博物館が建設された。ABCDE、バーバの市、キエフ大辞典。ありがとうございます。